また日頃からの防火防災活動や予防啓発活動などの取り組みにより、消防団に対する地域防災のリーダーとしての期待はますます大きなものとなっております。本日の訓練では指揮の高揚とともに技術の向上など初期の目的を十分に達成されますことを期待しております。団員各位には安心で安全な街づくりを実現するため、より一層の努力と決意を新たにされ、団結を強化し、ご活躍されますようお願い申し上げます。6月に女性消防団員が誕生して以来、入団者も増え、小樽市消防団の女性消防団員は9月1日現在で68名です。この訓練は小型ポンプを使用し、女性団員による放水訓練を行うものであります。今年度は銭箱、星野、見晴らし、桂岡地区を担当している第15分団が訓練担当となり、積極的に訓練に取り組んできたところであります。今回の訓練は簡易水槽から小型ポンプにて揚水し、65ミリホースを3本延長、基本動作を行った前方の的に注水するものです。地震、その他の災害、消防車が接近できない場合、小型ポンプは重要な役割を果たすことになります。これから行う訓練は小型ポンプを使って基本的な動作を習得することが目的であります。この訓練の指揮者は第4分団後藤分団長であります。この操法は指揮者以下4名1組で行う基本の消防操法です。指揮者による適切な指揮命令、1番員、2番員による速やかなホース延長と伝令伝達、さらには機械員による正確な機械操作など、消防活動における基本となる放水活動を習得するための操法です。小型ポンプ操法を行っているのは第4分団、第11分団、第12分団であります。訓練の目的は消防団員に
規律正しい行動を習熟させ、消防諸般の要求に適応させるための基礎を作ることにあります。災害現場においては的確な判断と命令の下で規律ある具体行動が必要であり、団体行動力を高め、迅速・的確な活動を行えるよう常日頃団員は具体訓練を行っております。出動しました。呼びかけた後に静かにしているのは、瓦礫の下で助けを求めている人の声をしっかりと聞くためです。なお、これらの土のう積み訓練や瓦礫からの救助訓練は、近年多発する自然災害に対応するため、昨年より大規模災害想定訓練として実施しております。現在、応急救護所を設置し担架を作成しています。担架は大規模災害が発生した場合に十分な資機材が準備されないことを想定し、毛布と棒を使って自分たちで作成します。いいですか、せーの、はい、いただきます。ただいま、瓦礫の下敷きになった要救助者が全て救助されました。地震などの大規模災害が発生すると、消防本部の職員だけでは人数が足りず対応できません。このように消防団員は自分たちの力で地域の人たちを守るための訓練を行っています。防災の中核である消防団の充実強化のためには、消防団員の確保はもとより、消防本部との連携強化が非常に重要となるものと考えております。災害など有事の際には、住民の皆さんが何よりも頼りとしているのは、地域に密着した活動を行っている消防団であり、その期待と信頼に応えるため、すべての消防団員が一丸となって、今後ますます消防知識と技術を練磨するとともに、さらなる精進をお願いするところであります。評価技術はもとより、訓練形式やポンプ奏法を通じて消防人としての
礼節と節度をさらに磨いてください。また本年は自治体消防が確立して70年という節目の年でありますことから、新たな発想で新たなさまざまな訓練に取り組み、あらゆる災害に対応できるよう活動能力の向上を図っていきたいと考えております。終わりに、本日の訓練にあたり消防職員の皆さんに準備運営等ご配慮いただきました。改めて感謝を申し上げます。以上をもちまして平成30年度小樽市消防団秋季合同訓練を終了いたします。